今日はちょっとね時間があるんで、前から気になってたこのビートルのねファンベルトをちょっと調整してみようと思います。まあそんなね難しい作業じゃないんでちょっとやってみようと思います。でも YouTube にもね何本も動画が上がってるんで、この切り欠き、これがこのプーリーの周り止め、ここにドライバー突っ込んで周り止めしてこのナットを外すと、このお皿がねセパレートして分かれると。でこの分かれたセパレートしてるこのベルトの下に、スペーサーが入ってて、スペーサーをこう増やしたり減らしたりして、この要は2枚のお皿の溝の間がこう狭くなったり広がったりすることで、このベルトのねかかる位置が芯側に近づいたり外に開く、外に広がることで、まあ、これのテンション張りを調整するっていう仕組みですね。で現行車だと、まあ、この辺とかにこうもう一個ねローラーがついてて、それをこう、長穴になってるこうステーの中をこうローラーを動かしてテンションの張りを調節するんですけど、ビートルはねこういうそういう作りで調整をねするようになってますね。でアフターパーツでなんか現行車のベルトが使えてこの辺にプーリーがもう一個つくようなやつもあるんですけど、純正はこういう作りです。あのキットどうなんですかね、使ってる人いたら教えてください。ちょっと気になってるんで、では、作業してみます。今プリナット緩みました。でね、外すとこんな感じになってんのか。でこれがね間に挟まってるシムなんですけど、ずいぶん挟まってるな外に。これなくさないようにね、みんなこの皿同士の間に入れるシムをここに挟んで締めるんですけど、これもしかしてもう結構抜いてるんじゃねえかな。じゃじゃん、どうだ、何枚入ってんだ。1枚2枚3枚3枚入ってますね。なのでまあこれを抜いて抜いて調整するんですけど、何枚、1枚2枚ぐらいとりあえず抜いてみようかな。2枚ぐらい。このお皿ね横から見ると分かりやすいんですよね。こう皿がテーパーしてるんで、それがこう合わさってるんで、なんかこう広がったり狭まったりするとベルトのかかる位置がね上行ったり中心に寄ったりっていうことで調整するんですけど、ちょっとシム2枚抜きでやってみますか。はい、で今締め込んでみました。結構いい感じに貼れてる気がする。ちょっと硬いかな。で僕ね以前乗ってたフィアット600の時も同じような作業したことあるんですけどね、その時貼りすぎて発電機の軸のベアリングやっちゃったことが あって加減を知らなくてだからちょっとビビってますけど、まあ大丈夫かな。ちょっとエンジンかけてみますかね。
みすぎてもちょっと怖いんで、いただいたようにちょっとホースをねカットしてはめてみました。これバッチリでしょ、全然もう熱いとこに触れてないしカチッとはまった感じで、でオイルラインもねもう漏れもなくなって、バッチリです。アドバイスありがとうございます。無事にテンションかかりました。もう作業自体はねほんとこんなの10分ぐらいなんで、なんかすぐできるからって言ってでもねやってないといつの間にか時間が経ってこれベロンベロンになって気がついたら充電されてないみたいなことになるので、まあ予防整備とかこういう軽整備はね常に心がけとくとやっぱ安心ですよね。あとやっぱベルトは予備を積んでおくと本当に安心だと思います。僕の友達は何人かやらかしてるんでよく聞くストッキング巻く人いるじゃない、人いるんですか。ここにねこのベルトの代わりに女の人が履くストッキングをベルト代わりにして応急処置するって、あれって本当なんですかね、都市伝説。もしやったことある人いたらコメントください。すげえ気になってるんで、っていうか検証すればいいかストッキングで本当に発電するのか検証してみよっか、そんなわけで今日もご視聴ありがとうございます。また。